にある。これは河南省牧陽市にある地下駐車場の様子です。牧陽市では6月13日に大雨が降って多くの道路が冠水し、地下部分は水で埋まりました。車の上に別の車が乗っていますが、これは車が水に浮いたためと考えられます。この地下駐車場には車が70台から80台駐車してありましたが、そのすべてが水没しました。牧陽市の排水は脆弱で、今回の雨は約1時間しか降りませんでしたが、もうこの有様です。短時間で大量の雨が降ったということなんでしょうが、それでもこういうふうな状態になってしまうのはやはりインフラが整っていないということです。牧陽市は河南省の中にあります。河南省の北側にはあの有名な黄河が通っています。河南省の河南は川の南と書きますが、これは河南省の大部分が黄河の南にあるためにこういう名前になりました。牧陽市はこの黄河に接していて、大雨で黄河流域が氾濫したために洪水が起きたというわけです。河南省の北隣には山西省があります。黄河は河南省の西側部分で山西省との境界を流れていますが、ここには三門峡ダムというのがあります。門の字を取ると三峡ダムになってしまいますが、これは別なものです。この三門峡ダムはいわくつきです。黄河がなぜ黄色い川という名前になったかというと、川の水が濁っていて茶色っぽくなっているからです。川の色がこのようになった原因は、黄土あるいはシルトと呼ばれる細かい土の粒子が水に大量に含まれているからです。黄河は上流がこのような細かい黄土の堆積したところを通っているため、それが水に溶け込んで流れているのです。毎年チャイナの方向から飛んでくる黄砂は黄土と同じ物質ですが、粒子が大きいもののことです。黄土が川の水に含まれるようになると侵食力が強くなり、その結果川が侵食されて大量の土砂が水に含まれるようになります。三門峡ダムはこのように土砂が大量に含まれている川に作られたため、1960年に完成したものの、その1年半後にはダムの中に堆積物が18億トンもたまって、 17% の貯水容量が失われ、その結果上流の農地が脅かされて100万人が立ち退きを余儀なくされました。その後、流れてくる土砂をダムから下流方向に流すための工事が行われましたが、土砂の堆積は十分には収まらず、上流で深刻な洪水が起きました。話はまだここでは終わりません。ここからあとは、この国独特のあのことです。チャイナの水力技術者の一人は、このダムの建設は間違いだったと述べ、2010年8月にはチャイナのジャーナリストが政府のダムに関する政策を批判した本を出版したために拘留されました。他の技術者もダムの存在に反対してはいるものの、政府の報復を考えて沈黙しています。これがこの国です。
他来了。你看这位女士很勇敢吧，一手打伞，一手电动车。是车位来开车。在野了啊，呵呵，这辆车发动你飞了。你看咱家门口，跑开了。圈儿，娘哎，这中间这障碍都看不见了，已经叫我把衣裳脱了。切了不中，切了，你别一会儿没人喽。蒲商路这个运河田城镇高架桥下，车全被淹，救生员前边也有一个全被淹了，前边还有一个，大家都不要从这儿过哈。运河田城镇现在在里边叫司机不一定能叫应，司机现在被困里边了，看没？非常危险，千万不要从这过。我的车里都是水呀，现在的水已经到我大腿根上了，到处是漂浮的汽车，哇，真是汪洋大海。河南省の南隣の湖北省の宜昌市でも6月17日の朝、洪水が発生しました。湖北省の省都はあの武漢市です。宜昌市はチャイナで一番長い長江が貫くようにして通っています。宜昌市は市街地の中心にガージョウダムがあり、その40キロ上流には三峡ダムがあります。ガージョウダムは長江で初めての大規模な水利コントロール事業として1988年に完成しました。宜昌市では6月16日と17日に突然暴風が発生して土砂崩れが発生し、川の水位が急上昇して道路は冠水しました。ご覧のようにこの橋は一部が壊れています。桥冲垮了，新沟的大桥冲垮了，也害了的。你是屋头盖上的，家里盖的呢？你盖上是一片狼藉啊的。你看那个水田，他们还在海鲜呢。
悬挂那个旁边火高子的啊，让人们看看那个水啊。连鱼石子直接给我没得了，你只把沙掌管打中了的，告诉他啊，你还在加紧的长，沙掌我估计是没得的。王书记，你看你管还打单打呢，弄呢，打的管没得八十单呢。重慶市でも6月18日に長江の近くの川の水位が急上昇しました。重慶市はチャイナの直轄市です。这是麻布沟，这个麻布沟要出发了。